クルーズ TV アクトレスガールズの花金 TV アフタートークスタートでーす。で本日この4人でお送りしましたけども、また私からご挨拶させていただきたいと思います。いいですか？はいはい、あ、はい、いいですか？はい、アクトレスガールズラスボスの住川夏美です。よろしくお願いします。はい、スピードスター松井可愛子と松井美沙です。よろしくお願いします。あれ辛いのよ。はい、海を愛する月下の戦士塩月渚です。よろしくお願いします。キルケニーキャットキャットマスクキャリコです。お願いします。これは後でいいですよね。はい、あ、これ先でいいですか？これ先、はい、はい、YouTube をご覧になっている皆様、このチャンネルではですね、週3日から4日、この番組以外にも多数の番組を制作配信しておりますので、よろしければ YouTube 内にあるクルーズ TV のチャンネル登録、いいねボタン、ベル通知設定を押していただきまして、チャンネル登録の盛り上げにご協力いただければと思います。よろしくお願いします。ということで今回はね、節分会ということで、まあお豆を使ったゲームとかもして、ご褒美皆さんいただきましたけども、はい、大丈夫ですか？はい、いやご褒美いただきました。気合がね、入った。もう全然入りましたね。入ってる？入った入った。いやー入りました。すげえ入った。魂ここにないよ。みんな大変。まあちょっとね、あの本編見ていただいたらね、後でアーカイブでね見ていただいたらいいと思うんですけども、毎回ご褒美という名のね、恐怖の時間がやってきたりしてますよね、皆さんね。いや初めて、はい、怖い、初めてだったんよ。あ、そうですね、出るの初めてよね。お二人で初めてですからね。本当にご褒美と思って、うんうんうん、頑張ったからご褒美だと思ったらめっちゃ痛い。でもこういうご褒美なんですもんね。そうそうそう、これで気合を入れてくださったっていうことですもんね。気合入れたり、ケーキ食べたり、ケーキ食べたり、ケーキも食べたり、ケーキ食べたり、ケーキ食べたり、ケーキ食べる、ケーキ食べる会がいい、ケーキばっかりの、そっちが良かったかもしれないな、ご褒美。あ、ちょっとなんか思ってたご褒美がそっちだったから、ちょっとケーキから、あー、なるほどねっていう感じで、気持ちのすれ違いが、すいません、気持ちのすれ違い、気持ちのすれ違いがちょっと起きちゃった。気持ちのすれ違いでした、はい、残念ながら、残念ながら、残念でした、はいはい、またね、次回ね出た時にそういう回もあるかもしれないですから、とことん出ていただいて、ケーキ引くまで、ケーキ引くまで出ていただいて、そう、はい、あ、そうそうね、ケーキといえばもうちょっとでバレンタインじゃないですか。ああ、もうね、2月14日バレンタインなの で、 うで、ね、もうチョコが、甘いチョコがね、もしかしたら次の回とかいいな、出ちゃうかもしれない、ね、俺週間違えたよね。間違えたね、もしかしたらね、次のご褒美はそうかもしれないですね。みんなチョコレート好きですか？好きです。大好きです。すごい好き。チョコのさ、なんか種類あるじゃん、いろいろ、なんか生チョコとか、あ、トリュフとか、なんかこういろんな味こうね、ホワイトチョコとか、なんか好きなやつあります？みんな生チョコ好きですね。あ、ロイズ、ロイズね、あ、ロイズ、あ、大好きです。旅行行くたびにロイズ絶対買って帰る、3本くらい、もう最高、おいしい、あれが好きですね。確かに、なぎさんは好きな何チョコありますか？ロイズの、あのロイズ姉妹、ロイズ姉妹、ロイズ姉妹だ、あの、もうないよ、にチョココーティングしてあるやつ、わかる、好き、わかる、あれめちゃくちゃ美味しいですね。あれ大好きです、あれ大好き、あれ大好きですね、ロイズね。猫はちなみにチョコダメじゃなかった？いやいや、だからキャリコはスペシャルな猫だから。設定めんどくせえな、あいつ絶対めんどくせえな。スペシャルな猫だから食べれるのよ。あ、そうなの、そうそう。何が好きなの？あのリンツの、あの丸いやつ。何リンツって？あのなんかこんぐらいの大きさのチョコ、キャンディーみたいな。そうそう、あ、分かった分かった、いろんな色、分かりました、そうそう、キャンディーみたいなやつ、あれが美味しいんだよな、ね、なんかお店も量り売りで売っててさ、そう、自分でこうやって好きなの詰めて、猫買いに行くの？買いに行く。追い出されるだろ、追い出されるくれる。そうなんだ、あれが、あれ美味しいよね、確かに。おまりピーマン、なんか好きなチョコありますか？あの、さっきのポテトのやつ、ね、そうですよ ね、 あれ美味しいんだ、食べたことない、めっちゃ美味しいです。そう、甘じょっぱいやつ、甘じょっぱいやつです、甘じょっぱい、甘じょっぱいから永遠に食べれる、わかります、ずっと食べれちゃう、美味しいですよね、チョコって、
美味しいよね。アクトレスガールズみんなチョコ大好きみたいです。夏美さんは？私トリュフ好きですね。美味しいですね。結構トリュフ、どこのトリュフだろう。あんまここのというのはないですけど、なんかほらちっちゃい時にさ、友チョコとかやりました。あーやりました、やりました、やりましたよね。女の子って、はい、まあ、小学校とか中学校ぐらいに自分で作って学校にみんなでこう 配り歩くみたいな、なんか性質があるんですよ。性質まあります、あるんですよ。なんか交換したりとかね、こうみんなに配ったりとかがあって、やっぱトリュフ結構簡単だから、こういっぺんに、いっぺんにバーって作りやすいっていうか。へー、女子力高めっすね。高めっすね。え、なんでめんどくさい？え、だって私板チョコを溶かして、うん、もう一回なんか型に入れるみたいな。あのなんかちょっとキラキラとか。同じの先生してるけど。もらったことあります？みんな小学校の時とか、なんかそういうの。確かにカップに入れてる子多かったかも。この、うん、あ、ありますね。溶かし直したやつ、ね、とかね。形変えてるだけ。カラースプレーとかも。え、そう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 。もらったことあるかな、みんなね。そう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 。え、こだわってるなんか作ったやつとかないの？みんな。あんまり手料理。あ、でもおかすくんは結構好きで。一回なんかマカロンに挑戦したんですよ。小学校か中学校。めっちゃ難しそう。マカロン大好き。なんか途中までいい線いってると思って焼いたんですよ。一口食べてみたらしょっぱくって。なんで？あ、間違えた。もう。何間違えた？本当に砂糖と塩間違えるっていう典型的なやつやった。まだやっぱ投げたらやばいよね。めっちゃ間違え具合やばくないですか？聞いてください、聞いてください。その時いつも入れてるその砂糖と塩の入れ物があるんですけど、それが入れ替わってたみたいで、どっちも白いから気づかないまま入れて作っちゃったってことが一回ありました。すごいね、本当になんか漫画みたいな間違い方。本当に自分でもびっくりしましたもん、本当に。そんな間違い人ってするんだと思って、ね、それ思ってるよ今。やっぱ思われてる。人ってそんな間違いするんだって。え、それは誰にあげる用で作ってたチョコ？え、それも、お、お、あ、うん、いや、やっぱりそれは、うん、それは言えないじゃない。うさないわ。さっき小学校かなんかの時とか言ってなかったっけ？ねえ、だからそうなんで友チョコってバラそうとするんですか？やめてください。それは含ませとけばいいじゃないですか。自分でバラしてたよね今ね。そうかね、小学校とか聞こえたので、はい、もう完全に部活の仲いい子に配るようですね。もう一回作り直したの、それは。いや、もう諦めました。もういいってなって、確かクッキーかなんか、それこそチョコ溶かすかなんかで、もう諦めました。クッキー確かにね、このチョコ代わりにさ作る子とかいなかった。量産できますもんね、あれもね。そう、簡単だもんね、こうポン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 って型が売ってるんですよね、可愛らしい。だからこれを押すだけでこういろんな形ができる。そうそう、あります。簡単だよね、確かに簡単です。逆になんかみんなも男性側だからもらう人のが多いのかな。そう、うん、なんかもらったことあります？逆に逆チョコってことですか、うん、私なんか学校の時テニス部だったんですけど、うん、なんかこう地方に行く、地方っていうか、まあ、違うなん試合でさ行くじゃん。あ、そういう時になんかもらったりとかあるのよ、やっぱこう。え、タコの手紙、そう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 、手紙と一緒にこう、うわ、なんかかっこよくて憧れてますみたいな。うわ、ってたんで、そういうのが。なんかまだこう携帯とかもそんなにね、こう LINE とか交換する時代じゃないので、こう手紙でやり取りするみたいなのが流行ってて、やっぱりちょっと強かったんですよ、あのチームが。みんな強くて全国とか行く子だったので、こうみんなでこう一生懸命やり取りして、その試合行った時にこう交換して、中になんかいろいろ入ってるとか。可愛かったですね、みんな。可愛い。なかった、そういうの。なんかないみたいな。友達いない。え、友達いない。あれ、コミ友達いないメンバーばかりだった。どうしよう、この回。多分逆に男性にはチョコレートをいただいたら、多分いただいたもの以上のものを多分返そうかなっていう。やっぱ値段とか気にしますか？例えば私たちが1000円ぐらいのプレゼントをあげたとして、それの倍ぐらいは返さないとなとか、そういうの考えるんですかね、やっぱり。なんでなんで？ゼロ1個。ゼロ1個。こんなに、なるほど、そんなに返してくれるんですか。ちょっと愛重めですね。私に行こう。ね。減るってことはでもない。いや、そうなんですかね。1個ぐらいのものか、まあそれ以上の。それ以上返してくれると。楽しみですよ。その辺に配っとくか、いっぱい。そうですね、いっぱいやる。いや、そんな。ティッシュ配るみたいな。配ってたら、だって10倍ぐらいになって帰ってくる。あ、まあ、1000円渡して、みたいな。1000円。あ、1000円渡すから、1万円で。かわいくない。松井かわいくない。とんでもないですよ、それ。ねえ、とんでもないやつで
ですよ。せめてなんかあの可愛いポチ袋みたいなのに入れてこう。あ、可愛いポチ袋に1000円やればいい。あ、まあまだその方がマシですね。じゃあそれに1万円入って帰ってくる。そうそう。やだなこの女。すごいやだなこれ。いやです、ね。私のバレンタイン。そうね、でもホワイトデーの思い出とかあんまないない、ね、ホワイトデーも結局友チョコみたいな感じで、うん、なんか2回目のバレンタインみたいなことしかね。確かにそうだね、うん、なんか自分のさ全然あげるとかじゃなくて美味しいから買うみたいなのない？なんか美味しいのめっちゃ並んでるじゃん。それだから買っちゃうとかね、うん、女子は結構あります、ね、あります、あります。では自分に買ったりしますか？男性って買わないのかな。おー、買わないんだね、うん、ご褒美的なね。女子ご褒美大好きなのね。確かに大好き。入れ物とかもバレンタイン、あ、そう、パッケージが、ね、はい、全部あの箱とかが可愛いんですよね。なんかあの今日のこうマリピが作ってくれたポートレートの用意してくださった箱とかもこう真ん中にハートがくり抜きであってこう中がちょっと透けて見えるみたいな、うん、ちょっとね可愛いですよね。あるかな。そう、可愛いんですよ。キャリコの、あ、見えない、見せない、見せないってますね。あ、かわいい、ね、見えるかな箱のね。あ、光って見えないか、光ってますね。うん、箱のね真ん中にハートがあって、うん、こう若干透けてね中身が見えるっていう、ね、うん、おしゃれなやつとかあるんですけど。あ、なぎさかわいい、これ、え、かわいい、やった、なぎさかわいい、見えますか皆さん。かわいい、ね、だって見えない、みんな見える、後で買ってください。全然ありがとうございます。はい、ね、かわいらしいなんかパッケージ選ぶのもさ、うん、ちょっとねワクワクするね、うん、楽しいですよね。そうそうそう。え、あんまりなんかこいつらバレンタインの思い出ねえな。あれ大してねえな。いや、そんな、そんなことある？あ、聞いちゃいけない感じか。いや、でも人並みの目にある、渡したりとか。はい、バレンタインで告白するってあります？私あります。すごい、私ないわ。え、しない？ある？まあ、猫はないよな。猫はないよ、ね。まあモテモテだけどね。どういうこと？周りの猫から。あ、そうなの。ちょっとあそこは深掘りしない。でもでも、あ、それこそなんか返事を求めないけどあげるみたいなのなかったですか？重くね、それ。嘘、逆に。あげは小学校か中学校っていう言葉もすでに告白。そう、なんかもう本命チョコみたいな。小学校ぐらいだとそれぐらいじゃないですか？みんな、みささんどんな経験なさそうですけど、ね、ありますか？大丈夫、反応が薄いからもらった経験あんまりないのかな。あれ、あれ、あら、あれ。じゃあ、つみささんの話深めるとか、あげとくか、大阪来たらあげるってことにしますかね。大阪の試合おいでみんなね。去年、じゃあいただいた方っていう聞いてみよう。去年、こっち、はい、去年いただいた方、おまずね、モテモテー、いるじゃないですか。いるんだ、なんだ、いるじゃん。なんだ、いるじゃん。これちょっとわかんないですけど、夫婦とかになった後もやったりするもんなんですか、この奥さんからもらう。あ、素敵、仲良しちゃん、やるのかな、そういう行事みたいな。いや、毎回もらいますけど。素敵、素晴らしいじゃない。テントどうなの？はい、前に僕怪しいですか？あるわけないじゃない。あれ。なるほど、まあなんかそうね、やっぱり家庭によるんですかね、なんかそういう家庭行事みたいなのね、ちょっとわかんない。家でどうでした？なんか親とかあります？やっぱあのお父さんに作るとかはあった、ありました。うん、何歳ぐらいまであげてました？あ、でも結構大きくなるまで、それこそ自分がそのバレンタインにかこつけて友達とかにお菓子を作りたいから、その作った、うん、あまりじゃない、あまり、お父さん用のちょっと別で完全にあまりって言いましたあげたりとかね。ありましたよね。だってお父さん返してくれないですか？あ、返してくれます。へー、あまりだけど、お父さんも嬉しいですよね、お父さんからしたら ね娘からもらったらね、きっとね。なんかあんまり青春の思い出このメンバーなさそうっす、ね、なんか青春っぽい、なんかなんか思わない青春してないですね、なかなかね。さっき好きなチョコの話の時盛り上がってね、一番好きなチョコ自分がね、食い意地が張ってるということですかね、このメンバー。でももうさっきもなんだっけ、お肉食べたいみたいなの、うん、バスの中でめちゃめちゃ喋ってたんですけど、お肉食べたいねみたいな多分食べ物の話が一番盛り上がるんですね、このメンバー。
ね、美味しいお肉食べに行こうね、このね。食べたいね。食べたいです。なんだこの回。せっかくバレンタインが。そうだよね。いや、もう申し訳ない。バレンタインコロナになりますよね。え、バレてない。あ、そう、そうなんですか。ちょうど今、デビューぐらいはバレンタイン。出るくらい。ぐらい。あれ、なんかある？なんかあります。ちょっとやっぱりひねり出しといた方がいいですよね。やっぱり。ひねり。やっぱり。ね、なんかない、ないですか？なんか。なんもないよ。ね。やっぱちょうどバレンタインぐらいに出るということなので、なんかこのさ、あのさ、なんか箱とか何でもいいんだけどさ、これをさ、このカメラに向かってこう自分がこう渡すとかやる、なんかね、即興でね。会場の人みんなシャッターチャンスだね。ね、まあ、このカメラがまあ告白したい人だとか。仮にってことですか？仮に、はいはい、あの相手の気になる方がいて、いたらその方にお渡ししたいときに、ね、渡す時の、はい、はい、それやってみます。それ全員ですよね。全員ですよね。それ嬉しい。それ見て嬉しい。嬉しい。やっぱ自分に言われてると思ったら嬉しいですよね。そこにあのホワイトボード消すあのこれ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 さすがプロポーズだね。これ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 あいいです、これいいじゃん、これこれこれが読めなければわかんない。これデザインね、コメント渡すのね、これ箱だと思う。バレンタインなんかトップバッターになっちゃった。カメラがみんな。あ、じゃあ、座っていただいても、あの、アップにするんで。あ、そっか、ほんと？誰から行きますか？あ、松井美さん。持っちゃった。ちょっと上げないと映らないかもしれない。あ、じゃあ、大丈夫です。大丈夫、大丈夫。ちょっとあのちょっと気になる異性だとして、はい、あのちょっとまあ気持ち伝えるのも自由だし、まあ、付き合ってまで言うのも自由だし、お任せするのでちょっと思いを伝えていただいて、あの声かけるところから。あめっちゃいい質問ですね。そうですね、あの引き止めるところからちょっと。演出入りましたね。放課後、放課後だって。放課後、放課後、放課後。学生、いろいろと学生なんだ。放課後。学生なんだ。行きましょう。うぞ、早っ。よいしょ。じゃあ相手マリピー君っていう。マリピー君、マリピー君、マリピー君、マリピー君ね。はい。良きところで。カメラが相手だと思ってお願いします。マリピー君、ちょっと時間ある？これそういうことです。もらってもいいですか？オッケー、すげー、いい、わー、めちゃくちゃいい。今これでね、あの基準が結構高めになって、いや、これもう取れなかったら十分じゃない？やばいなぁ、回ってきたわ。結構ハードル上がってる。なんか設定別に変えてもらってもね、ちょっとね、あの学生じゃなくてもいいし、なんか好きなので大丈夫です。なんかしてください。バイト仲間設定来る、出てきた、設定来ちゃった。バイト仲間、バイト先でっていうことですね。渡そうと思ったけどシフト被ってなかった。あー先でよかったわ、ね、どんどん細かくなっていっちゃう。やばい、入ってなかったんですもんね。最後こうだけど、最後けど私に来ちゃった。はい、お願いします。ああ、なるほどね。マリピー君の方が先にじゃあバイトをやってたっていうことで、バイト中先輩でいいんですか？そしたらあ、もう任せる、はい、ください。はい、それでは、どうぞ。マリピー君、お疲れ様。キャッコめっちゃ映ってる。いや、ちょっとあのシフトなかったんだけどさ、忘れ物取りに来て、ついでなんだけどさ、よかったらこれ受け取ってくれない？ごめん。ねえ、何とかさ、バイトなかったのにさ、めっちゃ付き添いが来てくれてた。めっちゃついてやってた。めっちゃ付き添いな。すごい映ってたから、なんかやんなきゃと思って。バイト先の友達と、バイト先の友達ね。バイトしてます。じゃあ、中入り子締めていただいていいですか？ちょっと松見さんの設定をおすすめの。猫だろ。猫でやるんだろ。猫でやるんだろ。猫の出会いは知らねえな。
なんか引っ越す猫にしようか。一緒に育ってきた猫、団地で育ってきた猫が飼われて家族、拾われてどっか行っちゃうっていう報告に来た時の猫にしようか。はい、マリピー、マリピー、マリピー君は、マリピー君ね、行っちゃう。すごいエチュードだな。それでは行きまーす。はい、どうぞマリピー。もう行っちゃうんだよな。本当にありがとう。ずっと一緒にいてくれて、すごい楽しかったし嬉しかったけど、もっと幸せになってほしい。これ向こうで開けてね。はーい。普通によくて受ける。切ないからね。そうそう、切ない。普通に。普通に。これ MC はやるの？やりますよね。やりますか？うん、なんで？面白かった猫設定。猫が一番やっぱ最後良かったな。超普通に人だったもん。いや猫だよ。なずみさんの何みたい？設定が、設定、さんの設定、年下に怒る、先輩から後輩、マリピー君、年下のマリピー君、後輩がいいですね、部活の後輩、後輩だ、いつもは厳しい、いつも厳しい、ラスボス、いつもは厳しいけど。後輩にそういうね、好意を抱いた、好きだから厳しくしてたみたいな。厳しくしてた、はい、好きだから厳しく。それでは行きましょう。何しよう、どうしよう。はい、それではどうぞ。マリピー君さ、まあ今日は良かったと思いますよ。マリピー今日頑張ったからこれあげる。キュンときた。よかったよかった。ツンデレ設定でやりました。ありがとう。かわいい。じゃあ戻してもらっていいですか。もう、ね、マリピー飲みたかった。いや時間が、はい、あ時間ないな。もう一個ね、告知がありまして、まあ、日付だけちょっと送ってくださってますか。さっき大阪公演の設定の大阪公演違う、あ日付だけ言ってですか。9月17日新規は、はい、大阪公演2月11日に昼夜やらせていただくと発表したんですけれども、はい、終わってます。終わってました。はい、お疲れみんな、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これが流れる頃の次の公演がね、2月17日に新規場でなんと東京でねありますので、皆さんも来ますよね、してます。はい、ということで17日ね新木場、そしてその次のね、次回の花金がなんとその次の日18日の19時からですねございまして、メンバー MC が入江彩乃、福永莉子、カナミク、ユファ、こちらの4人でお届けさせていただきたいと思います。ね、次は金曜日じゃなくて、花金の金曜日じゃなくて土曜日なのでご注意ください。私たちにね直接会えるこうスタジオ観覧なので、ぜひお待ちしております。ということで本日はありがとうございました。